作物なので、日に日にその成長の度合いが変わっていきますし、で成長していくとね、色とかも非常に綺麗に出てましたので、初めて、やったという中では、お客様にも見てよかったというふうに、おっしゃっていただけた方が多かったので、やってよかったなというところです。鏡石町も、去年の震災で震度6強という大きな震災でかなり被害があったんですが、そういった中でも着実に復興しているということでございますので、今回丹波跡の方にもたくさん、もう5000人近い方が県内外も含めてご覧になっていただいてますので、こういった部分で鏡石町も一生懸命頑張っているんだというところをぜひ PR していきたいというふうに思います。一番田んぼ跡事業で、大変になってくるのが育苗と苗、種をまいて苗を育てる田植えまでのその前段と図柄をこう田んぼに移していく、ポイントを打って、図柄をかたどっていくんですけども、その時の測量が大変なんですね、はい、でその測量を岩瀬農業高校の事業の中で、測量の実習ということでご協力いただいて、雨とか降ったりする中で、生徒さんに頑張っていただいて、今回の図柄も完成しております。今収穫の時期をもうじき迎えますが、稲刈りイベントを実施しますので、これが10月28日に、はい、鏡石町内の方のみならず、県内、もしくは県外の方からも希望者がいればぜひ参加していただいて、鏡石町の美味しいお米、観賞用のほかにコシヒカリで、コシヒカリを作付けしていますので、美味しいお米の PR を兼ねて、稲刈り体験イベントを実施します。町自体でこれやったと思うんだけど、はい、もう楽しいなと思う。状況を見ながら、今度はこうなったな、ああなったなって楽しみですよね。楽しみです、ね、はい、はい、だからここで収穫するのね、これも見たいなって思ってます。はい。